回のタイトルは、タイトルを見てなんだこれと思った人結構いるかもしれませんが、俊治さんって本当にゴッドハンドなんだねというタイトルでお話ししたいと思います。実は昔、結婚前ですね、私の妻はバレリーナで結構本当にバリバリ、海外でもやるぐらいバリバリ踊っていたんです。当時ですね、バレエの世界では結構この膝が過伸展すること、それとこの低屈した時にこの甲が、側部のところで甲が角に折れ曲がるというのが、実はこのシルエット上非常に美しいとされているわけです。だから本当のトップのダンサーというのはみんな膝が角に過伸展しているし、この甲の部分もこれ信じられないぐらい曲がるわけです。だから例えばこうやって足がついてこうやってやるとみんなここついちゃうんですよね。そのぐらい足が柔らかい人が多いんです。それでうちの妻ももちろん普通の人と比べるともちろん柔らかいんですが、それでもバレエの世界では決して柔らかい方ではないので、現役時代はよくこうやって膝を伸ばしてほしいということを要求されました。毎日やってたんだけどあんまり効果なかったんです。もう折れてもいいからもっとやって強くやってって言われて、かなり強くね、ぐーっと、ね、過伸展させたり、あとはここもぐーっと思いっきり伸ばしたり、してやってました。当時のね、私の理学療法士、まだ30代の頃は力がなかったですね。なので、ただ思いっきりこうやってね RM をやるというのが、私のやってるようなことだったんです。そして結果的にはやってもやっても変わらなかったから、結局やらなくなりました。最終的にこれが当時の私の力だったんです。そして先日ね、妻はまあもう現役ではないんですが、ふと思って今だったらねできるんじゃないかなと思って、あの時悪かったなって言って話をしたんです。そしたら妻の方から、ちょっとねもう現役でバリバリ踊るわけではないけど、ちょっと一回やってみてって言われたんです。でそして両方見て、じゃあ、今両方硬さそんな変わらないから片っぽだけやるよって言って、こうやって膝を過伸展したんです。そしたらいつも通りですね、どこが張るのって言ったら、この前側で張るって言ったから、室外が脂肪体だなと思って、室外が脂肪体をほぐしてあげて、こうやってやったら今度は裏が張るって言います。でこれよくあるパターンですよね。裏が張るのでここ触ってみると半膜腰筋硬かったので半膜腰筋を滑走させます。そしたらぐーっと過伸展して、反対と比べても明らかに違いが出ましたね。こうやって、差が簡単に出せるわけですよね、今だったら。だから見て明らかに違うからまた戻ってしまうんだけど、でも何が原因かここで分かってきますよね。硬くしている原因、そしてそこをほぐしながら過伸展のエクササイズをすれば、ブロックを取った上で過伸展ができるということが言えるわけです。そして、この足の甲もそうですね。甲をこうやってやるとどこが突っ張るかというと前っていうんですよ。前の人はね、意外と表層組織の人が多いので表層を滑走させます。そうすると最初こうやってね硬かったのがポンとつきますね。明らかに柔らかくなります。その時に麻衣子さんがね一言ね、俊治さんって本当にゴッドハンドなんだねってこうやって一言言ってくれたわけです。そのことを聞いた時に、まあ、確かに嬉しいのは嬉しいですよ。でもあの当時に今のね力があったらもっともっとね活躍させることはできたなと、まあ本当これも言ってもしょうがないんですけど、そういう思いになるわけです。だからよりね若いうちに本当の技術を身につけて、それを洗練していくということが改めて大事だなと思いました。今回のブログの内容はここまでです。